全員体の皆さん、こんにちは。サンフレッチェ広島の加藤光です。いつも全員体の試合はどんどん解説していただいています。これからも体を応援していますので、頑張ってください。そして僕も全員体の残りとなれるように頑張っています。
ありがとう。せーの。続きまして、スウェーデン・カナダ2023チャンプスセレモニーを始めさせていただきます。まずはじめに、今シーズンのホームゲーム全21試合をはじめ、多くの場面でクラブを陰で支えていただきましたボランティア団体チームゼロの皆様に感謝を込めて、感謝状と記念品の贈呈をさせていただきます。プレゼンターは、スウェーデンからでは西川ゼネラルマネージャー、そして庄司穂乃也選手です。感謝状、チームゼロ様、いい団体は、2023シーズン、スウェーデン・カナダ本ゲームにおいて、ボランティアとして献身的にご協力をいただきました。そして、そのお心をたたえ、心より感謝を表します。令和5年11月12日、株式会社、石川スウェーデン、代表取締役、ジェネラルマネージャー、石川圭司。シーズンまで7年間スウェーデン・カナダを率いてくれました柳下正明監督より会場の皆様へご挨拶させていただきます。
悔しさ、苦しみ、辛さ、その気持ちが少しでも和らぐことができるのであれば、私にぶつけてください。全て私の責任です。7年もの間、監督として指揮をさせていただきましたが、皆さんの期待に応えることができず、最後にこのような降格という結果になってしまいました。責任を取るために何をしようと、どんなことをしようと、責任を取ることはできない。もしやれるとしたら、来シーズン昇格することを祈り続けることしかできません。本当に申し訳ございませんでした。クラブには今シーズンこのような状況でも私を信じて最後まで監督をやらせていただきましたこと、本当に感謝しています。選手たちには自分たちが持っているものを全て出し切らせることができずに申し訳なく思います。みんなごめんな。チームスタッフには私がやりたいことをやらせてもらい、ストレスもあっただろうし、苦労したことと思っています。みんなありがとうな。サポーターの皆さんには7年間どんな時も、そして遠いアウェーの地でもいつも熱い応援をしてくれました。感謝していますし、決して忘れることはありません。7年間ありがとうございました。今シーズン最後尾からチームを何度も何度も元気づけてくれたキャプテン白井優斗より会場の皆様へご挨拶させていただきます。本日も雨の中スタジアムに足を運んでいただきありがとうございます。そして今シーズンもスウェーデン金沢を支えてくださったスポンサーの方々、ファンサポーターの皆様、本当にありがとうございました。1年間42試合全力で戦いました。毎試合毎試合勝ちを目指しました。皆さんを笑顔にしたい、笑顔でスタジアムを後にしていただきたい、そういう思いでプレーしてきました。しかしなんか結果を出すことができず、笑顔でスタジアムを後にしてもらうことができず、本当に申し訳ありませんでした。新スタジアムの幕開けは
J3 という形になってしまいますが、最高のスタジアムにたくさんの方に足を運んでいただき、選手の背中を押し、共に戦ってほしいと思います。皆さんの声援は間違いなく選手の力になっています。今シーズンも応援ありがとうございました。キャプテン、試合優等、そして選手の皆さん、スタッフ、監督の皆さん、どうもありがとうございました。1年間それでは最後に、株式会社石川つえげん代表取締役、フェデラルマネージャー、西川圭司より会場の皆様へご挨拶させていただきます。最後まで温かく力強く応援していただき、支えていただき、誠にありがとうございました。なかなか結果が出せない、そういう試合が続く1年間でしたけれども、常にアウェイもホームもたくさんのファン、サポーターの方に応援に来ていただき、最後の最後まで温かくご声援いただきましたこと、本当にありがとうございます。今年シーズン初めに掲げた目標とは大きくかけ離れた結果となってしまいました。これはすべて代表である私の責任であります。本当に申し訳ございませんでした。来シーズンは J3 からの再出発となりますけれども、皆様方のご支援とご声援があれば、全員からさは必ず這い上がっていけます。どうかこれからも全員からさを何卒よろしくお願いいたします。スウェーデン体を愛する全ての皆様、今シーズンも西武緑地公園陸上競技場に足を運んでいただき、本当にありがとうございました。苦しい戦いが続き、 J3 降格という結果になってしまいましたが、それでも我々スウェーデン体の戦いは続いていきます。来シーズン金沢スタジアムをホームスタジアムに、新しい歴史を築いていきます。今皆様の心は複雑な気持ちでいっぱいだと思います。来シーズンはぜひこの時期に皆様歓喜の涙を流せるよう、選手、スタッフ、サポーター、そして地域が一丸となって J2 昇格をつかみ取りましょう。選手たちはこの後スタジアムを一周いたします。どうか選手たちに温かい拍手を、声援をよろしくお願いいたします。以上、つえげん金沢2023サンクスセレモニーでした。